OK、That's all for today's lesson.You all worked hard.Thank you.Do <Thank> you. Do you have any questions?Any questions? Any questions? 日本語でいいですかいいですよ。今日の授業は楽しかったんですけど。 どうしして英語を勉強ななきゃいけないけんですかこの間テレビでやってましたそのうち自動翻訳機が発達してしゃべってることを全部英語に訳してくれるようになるってそれ私も見ただったら無理して英語を勉強することないですよね僕の考えを言いますこれから日本はますます少子高齢化が進みます 去年の日本の労働人口は約6470万人それが2040年には5400万人になり2060年には3800万人になる今より40%以上減少するという予測が出ています労働人口不足の時代が来るんですそれと同時に消費人口も減るので日本の市場は小さくなりますすると企業は 経済活動を維持するために海外に出て事業展開をしたり日本に来る外国人労働者の確保に力を入れることになるでしょういずれにせよ君たちは外国の人々と深く関わりながら生きていかざるを得ないんですさらにこれからの時代必要な情報を世界中からより早く手に入れることが重要になってきますでも インターネットで使用されている情報の半分は英語ですつまり英語を身につけるということは幸せな将来を手に入れる近道になるこれが君たちが英語を学ぶ理由です